それでこそわしのせがれよ。これで我が波動もこれはこれは物騒なお客人じゃ。だが道元殿のご息女と争うては今は亡きあのお方に申し訳が。たたっ。ほう、なかなかどうして。狼よ、そなたに任す。見事打ち破ってみせよ。御意。私はかつて修羅を見ました。あなたの中に同じものがいる。それを切らねばなりません。セキロよ、お主愛想はまるでないな。不思議と憎めぬやつじゃった。さあ、修羅に落ちる前に切ってやろう。再び修羅
せきろよ。ってやれぬか。待たせたの。だがこちらの守備も上々じゃ。しかし老いたりとはいえ、あの一心に勝るとは。これで全て我が手の中よ。アシナもナイフ殿もこの国ごと狂ってくれるわ。我薄い右近在へ。兵士、民草合わせて死者数千、生き残りはほとんどなし。アシナは戦国最も悲惨な殺戮の舞台となり、その地には後々まで鬼が潜んだという。